選手カードをスキャンしてフィールドに置くんだ。このチームでいいかな。君のアビリティ発動。どっちのチームがチャンスをつかむのか、運命のコイントスだ。今キックオフの笛が鳴り響いた。相手チームのチャンスボール、防御に参加するカードを防御参加ゾーンに移動させよう。相手のアビリティ発動、防御に参加するカードを防御参加ゾーンに移動させよう。黄色いカードは黄色いゴールエリアに作戦決定。相手の動きを読み切っていた。相手のアビリティ発動、相手のアビリティ発動、君のアビリティ発動。守りは万全、これは有利な展開だ。相手チームが切り込んでくる。序盤からピンチだ。エンダーきっちりマークしているぞ。真っ向勝負だ。パスしよう。ここでゾーンオブペンタグラムだ。相手がこぼれ球を拾う。完全に読んでいたのか。守りが厚いぞ。君のアビリティ発動、パスを阻止しよう。ここでシューティングカットだ。相手がこぼれ球を拾う。絶対に守る。ここで何とか止めないところ。真っ向勝負だ。パスを阻止しよう。君のアビリティ発動。ビーストファングだ。イレブンパワーチャージ。ボタンレッドにシュートを防げ。ビッグリアだ。ナイスセーブ。ゴールを許さない。どちらも引けを取らない、いい勝負だ。君たちのチャンスボール、攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。君のアビリティ発動。攻撃に参加するカードを攻撃参加ゾーンに移動させよう。赤い作戦決定。作戦が来た。右サイドがフリーだ。相手のアビリティ発動。このチャンスをものにしたいところ。これがラストチャンスか。君のチームの攻撃だ。いきます。ディフェンダーきっちりマークしているぞ。どちらが勝つのか。アビリティ発動。ドリブルで突破しよう。
クロスカットだ。任せました。絶妙なパスで相手を落としていく。任せた。フリーから楽々とパスを回していく。ここで立ち塞がるディフェンダー。オフェンスチャンスだ。ドリブルで突破しよう。素早い連携でディフェンスをかわした。ここで味方選手に鋭いパスだ。ここでエターナルブリザードだ。また遊んでね。待ってるよ。